キャディはフォルクスワーゲンが開発、生産、販売する商用車、またはラブである。初代は1980年登場。当初はピックアップトラックだったが、フルゴネット型のライトバンが追加され、その後ミニバンの屋根をさらに高くした、現在のトールワゴン型に至る。初代ゴルフをピックアップトラックに仕立てたもの。北米へはラビットピックアップとして輸出された。ラビットは、 北米でのゴルフの名称。ポロ、セアとインカ、シュコダ・フェリツヤなどをベースにピックアップトラック、フルゴネット型ライトバンとしたもの。QU がピックアップトラック、9キロボルトがバンである。ピックアップトラックとフルゴネットは廃止され、5ドアバンとなった。マキシという全長が延長された仕様や、ライフという乗用車仕様もある。2007年より、 東京渋谷区にある直輸入販売会社ルパルナスがキャディキャディマキシのディーゼルモデルを欧州より直輸入している。2010年7月21日欧州にて大幅改良を実施。フロントマスクをゴルフと共通のデザインイメージに変更したほか全車に新しい ESP が標準装備された。ディーゼルターボエンジン、ティディやガソリンターボエンジン、 TSI が搭載される。2015年2月4日、欧州にて再び大幅改良を実施。メーカーは4代目と称しているが、実質的にはフルモデルチェンジではない。フロントマスクが改良されたほか、安全装備が強化された。2015年9月11日、フランクフルトモーターショーにて、キャディオールトラックを初公開すると発表した。2016年に販売を開始。 ホイールアーチなどが装備される。2020年3月、ドイツにて4代目となる新型キャディを発表。MQB プラットフォームをベースとし、キャディマキシと呼ばれるロングボディ版も設定される。2020年9月2日、純正キャンパー仕様であるキャディカリフォルニアを初公開した。オフィシャルサイツネフィリー・イケット・インディペンデントサイツ。ありがとうございます。